カボチャの成長速度は恐ろしい。荒川農園のカボチャのツルは一晩で13センチ伸びていたこともある。おまけに剪定して捨てたツルが根を張り、再び畑に食らいつくことも。往生際が悪い。生命力がみなぎるカボチャ、ツルが伸び絡まった様子を上から見るとこうなる。どう剪定すんだこれ。けれどもこのまま放置することはできない。毎日毎日毎日剪定作業を繰り返していると、あー今日も切った切った。目をつむるとまぶたの裏にカボチャのツルが映るようになるのだ。あー